伝統文化ポーラ賞、地域賞、篠原踊りの保存伝承、篠原踊り保存会、奈良県五條市大東町篠原、緑豊かな紀伊山地の山間部に篠原集落があります。ここでは中世に流行した古い踊りの系譜を組む篠原踊りが伝えられてきました。その貴重な芸の形態は民族芸能研究者たちから注目を浴び、1955年奈良県の無形文化財に指定、そして1977年には奈良県無形民族文化財に指定されました。過疎化や高齢化によって活動の危機に陥りましたが、2014年に地元の有志たちが集まり、新しく篠原踊り保存会を結成、新たな一歩を踏み出しています。諸説いろいろあるんですけど、大神被害があった時に神様に退治のお願いをしまして、それが叶えていただいたんでお礼をするのに踊りを始めたのが起源って言われています。男性は黒紋付きに袴で締め太鼓を持って披露しまして、女性は晴れ着に扇を持って男性の後ろで披露させていただいています。もともと篠原に住んでるとか、あと両親が篠原でという方々が中心になっているんですけども、篠原としては今3名住んではるんですけども、まあ、その保存会から一新して一般公募で今17名ほどで活動を継続しています。高齢化や住民の流出により廃絶の危機にあった保存会ですが、篠原住民や出身者はもとより、集落外の人へも積極的に門戸を広げることで継続の兆しが見え始めました。県や市の文化財課と連携しながら、新規会員獲得のため高校や大学での体験授業やイベントでのワークショップ、さらにはこれまで男性のみが担ってきた音頭取り役を女性に任せるなど、新たな継承の形を見出し、県内外の踊り手17名ほどで活動しています。学校関係者の方に出張授業という形で参加させていただいたり、ワークショップを開いて締め太鼓扇を手に持っていただいて、若い子たちが興味を持っていただくように活動しています。もう篠原地区が3名しか住んでいられないんで、自分の子供や孫世代も篠原踊りが継承されていけている環境を、今土台作りを自分たちの代でできればなと思っています。一時は失われかけた篠原踊りでしたが、互いに手に手を取り合い、教え合い、支え合うことで、新たな人と芸能の物語が紡がれ続けています。